よいよエアゴルフ最後の練習の日です。リベンジもこれで叶うかどうか頑張ります。はいはい、いよいよ練習最後の日と。かれこれ36時間ですよ。僕的にはね、変わってない。何を言うんですか。予約しました。あ、おじさんが出てきてですね、お予約したんですけどって言ったら、8時どうやって言われた。結構怖い感じですか。8時始発ですら、始発だとやっぱ5時15分くらいかな。5点場って言ったら2回目から5点場ですもんね。少しは優しさもね、守りぐらいはあるでしょ。さすがに半分が半分ぐらい、ね、昨日ホームページあれ見たんだ。あ、見た。ただなんだっけな、シングルゴルファーでも難しいと言うえちょっとどの情報が正しいんだろうね。カップルでもおすすめとかさ、それもなんか書いてあった。そのなんかね、岡村さんバーミヤンラーメン食いたいって言っててドリンクバーあるし、で俺ね 20% 引きっていうの。 20% 大きいね。バーミヤンで、バーミヤンで仮決定という。米田あたりが良かったんだよね。だけど俺だ、終わった時の、終わった時って岡村さんのテンションによるじゃんそれそんなことで俺米田にもう行けねえとかやったらやだもん。大衆で米田いいよね。米田もいいね。おほら、あ、ほら二人がうーんってうなずいたもん。そんな大丈夫。やっぱね、空気が違うもんね。バーミヤンはないよ。まだバーミヤンとか言うか、もう言うか、バーミヤンラーメンとチャーハンになったもん。これちょっとどうしてくれんのこれ。言えって。なんじゃそりゃ。終わった後に。じゃあ米田で行こうか。俺ね、あのデザート食いたい。素直になり、みんなバーミヤンに行きたいんでしょ。白のワールド。アイスが乗ってるやつじゃなくて、アイス乗ってるやつ、あれうまい。もうバーミヤンは本当いつでも行ける。いけるいける。テンション関係なくやっぱ米田で作戦会議っていうのが僕はね、かっこいい。うん、大人だ、大人だ。米田で身も心も真摯になった方がいい。名古屋人になった方がいい。岡村さんとか雨具いらない。濡れて入る男だ。案外そうかもね。涙か雨かわからない。散っていく姿を。なんで？知らん知らん知らんよ。フロマージュというのは生クリームがたっぷり乗ってて、イチゴとかフルーツが乗ってるんですけど。新手な攻撃方法だね。想像させるっていう。生クリームが好きならもう。今までにない乱れ方をしてますよ。でも生クリームは良くなかったね。プリンです。静かにね。はい、とりあえず静かに。いきなりなんかええ感じやん。距離感はバッチリやん。いやいや、静かにねって。表情だけでいいって言ってる。少しじゃないけど、右に来てました。うわー、いい、ね、これはいったか。これ完璧でしょ。2かな。2、あ、残ってしまうか。うるさいぞ。おお、いや、もうこれ乗ったでしょ。3か5か。うん、いい点だ。4だね。読んでいこう、間取って。今6点、あと1点。今6点です。あ、ちょっと、それいったでしょ。いきなり、いきなり、あ、結構上に上がったな。この1点は前だ。よっしゃー、まあ、もうこれはね、重心の戦いですから。お、ここ最後の1球までちょっと持ってきてくれたね、俊一郎さん。ちょっと待って、
すごい、大きい、大きい、大きい。まだ大丈夫ですよ、これ。勝っても負けても気持ちの戦いでした。ありがとうございます。なんで抱きつくの？負けた人になんで抱きつくの？これ欲しくて、これ欲しくて、あれ？はい、じゃあ7点の岡村さんが2位ということになります。プロマージュは岡村さん。プロマージュありがとう、プロマージュありがとう。よっぽど食べたかったのに。食えるよこれ。じゃあプロマージュいただきます。クリームが、クリームが、クリームしかない。あ、クリームがね、まあ、食べてください。っていうかこれスポンジケーキか、これした。いや、それは全部はないでしょう。全部クリームって。うんめ。どうですか、酸っぱさあって。レアチーズ。あ、そうそう、レアチーズって書いてあった。あ、そうだ、レアチーズだ。全然違うやん。だから酸っぱいんだ。プリンとも言ってたよね、あなたね。ないよね、下スポンジだ。だって食べた後も気づいてなかったもんね。どうですか、この酸っぱさって。それレアチーズは酸っぱいですよ。うまいね、レアチーズはやっぱり。変わっちゃった。プリンの生クリームって言ってたよね、最初。いや、でもね、うん、間違ってたけど、うまいね。まあ、確実にうまい、これ岡村さん好み。うん、やっぱ酸っぱさがあるっていいね。買ってよかった。うん、よかったね。ごちそうです、勝利の味だ。いい顔してね。うん、岡村さん、携帯落とすんですか？いいえ。今回も落とすんですか？いいえ。西御殿場で落とすのやめてくださいね。何コースか分かんねえみたいな話ですとか。でかいね。お、美味しそうだ。ほら、こんな分厚くてパンも分厚いけど一瞬で食べて。キャベツがね、またうまい。そうそう、ソースが染みてね、いいアクセントですよこれ。でも基本シンプルイズベストですからね。いただきます。うん、くるね、さっくりさっくりするよこれ。スタンドってそんなにね、まあまあうまいけど、お腹もいっぱいになるよっていうぐらいのもんですけど、これはうまいっすよ。肉汁が出るカツサンドっていうのはね、うん、なんかありそうで俺経験したことなかったから。しかもシンプルイズベストの。シンプルだね。何にもそんな大したの入ってるわけじゃない。びっくりしたね。じゃあまた来週、また来週、今度本番で会おう。